はい、えー、こんにちは。そっか、塾の子です、えー。現在ね、朝9時なんですけども、朝の相場解説の通り、一応ね、これ抜けたんで、セルでエントリーしております。まあ、なかなかいいタイミングでエントリーできたんじゃないかなと思いますので、ロスカットラインをこの黄色いゾーンの間の中に入れてですね、えー、現在、利格ラインは放置で、このまま、どん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 値段が下がるのを待ってますね。まあ、そうですね、108円の600あたりまでは、 このまま期待できるかなと思いますし、まあこういうロスカット食らって利益がなくなっても別にいいかなと思っております。今日はあえてこれで放置で夕方まで様子を見ていくつもりです。現在含み益を何千円か出してるとこですね。えぇ、ー、1万円ぐらいなのかな今、含み益が。本来だったらここでもうね、理覚して、はい今日の仕事終わりなんですけども、今日はあえて放置しときます。え、ロットは1で入ってますね。